どうも、シュンス TV でーす。前回の放送を見てくれた人はわかると思うんですけど、レックスが、なんと、じゃじゃーん、ザーグを買ってきてくれましたー。ということで、まあレックスはもうすでに見てるんですけど、他のおもちゃたちはまだ見てないので、今日は、まずこのザーグを開けていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。いやー、ザーグとの顔合わせが楽しみですね。はい、取り出すことができました。見てください、これかっこいい。ここなんかボタンがあって、実際に銃を撃つことができるわけですよ。今、他のおもちゃたち、皆さんどこにいると思いますか？そうです、隣の部屋のクローゼットの奥深くにいますので、今日はですね、ザーグと対面させたいと思います。さて、おもちゃたちをクローゼットの奥から取り出しました。はい、皆さん、実はですね、もう僕の会話を聞いてて分かったかもしれませんが、新しいおもちゃがいるんです。そのおもちゃとは、じゃじゃーん、ザーグです。さあ、バズ、そしてリトルグリーンメンたちの目の前にザーグを今日は置きたいと思います。はい、皆さん、新しいおもちゃですから、ぜひ仲良くしてくださいね。では、私はちょっとトイレに行ってきますので、しばらく戻ってきません。それでは、さよなら。さあ、音を聞いてみましょう。覚悟しろ、マドライトイヤ、別れの時だ。なんだよこのおもちゃ、すげえやべえんじゃねえかよ。俺たちは関わらないようにしようぜ。俺でおしまいだ、マドライトイヤ。さあ、最後に言い残す言葉は。また会おう、アボーイ。ああ、もう見てらんないよ。ちょっと待って、やばい、バズがやられちゃう。マジか、他のおもちゃたちやられちゃってんじゃん。まあ、ダッキーとバニーはシカトみたいですけど。うわ、やばいやばい、バズが今にも撃たれそう、大変です。そしてジェニーちゃんは相変わらずですね。お、ギグルが家の中に閉じこもってます。あれ、フォーキーがなんか引き出し開けてる、何かを取り出そうとしてる。もしかして自らに装備を加えてデーモンフォーキーになろうとしてるの？いやー、バズ、僕助けてあげたいところなんですけど、人間が入ると大体みんな止まっちゃうので、また僕はちょっと外から見守りたいと思いますので、ぜひ頑張ってくださいね。これでおしまいだ、バズライトイヤー。ちょっと待った、何者だお前は。俺はデーモンフォーキーだ。バズを離しな。な、何をする、やめろ。ちょっと待って、デーモンフォーキーやばくね。やばい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 。完全にデーモンフォーキーがザーグを倒してる。いやいやいや、まあでもレックスもバズも優しいので、ザーグを倒そうとはしないはずです。とりあえずフォーキーをまた元に戻したいと思います。いやー、皆さん、ザーグめちゃくちゃ強かったですね。そしてフォーキーが自らデーモンフォーキーに進化してみんなを助けてくれました。ただ根本的な解決になってないんですよ。多分また僕がいないところでザーグとかバズが仲悪いと思いますので、ちょっとザーグやバズたちが仲良くなるための企画をいろいろ考えたいなと思いますので、ではまたお会いしましょう。さようなら。いやー、バズとザーグの戦いはいつまで続くんでしょう。さて、スマイリーロックの質問コーナー。なんでザーグはバズにとって敵？バズライトイヤーはスペースレンジャーといって、
宇宙の平和を守ろうとしている。あ、しかし悪の帝王ザークは宇宙を支配しようとしている。バズの中では自分の父親がザークに殺されたと思っている。あ、しかしザーグ曰くバズの父親は自分らしい。またお会いしましょう。